四季折々のさまざまな景色を紡ぎ出し、独自の文化を築き、訪日する外国人観光客を魅了してやまない世界屈指の経済大国日本。その中でも国内屈指のリゾート地として名高い沖縄県。その沖縄に2020年新名所が誕生。ダイナソーバーベキュー&パーク沖縄ステムリゾート。沖縄県は日本の最南端に位置しており、周囲3000キロ圏内には諸外国の主要都市が収まり、各主要都市から約2時間程度でアクセスすることができ、東アジア、東南アジアと日本の接点ともいえる場所にあります。沖縄県は本島離島を含め167の島から成り立ち、人口は147万人、県庁所在地は那覇市。日本の中で唯一亜熱帯及び熱帯の気候に属し、温暖な気候に恵まれ、貴重な動植物が多く生息しております。本島北部はヤンバルと呼ばれており、ここにしかいない固有種が暮らす手つかずの自然が残されており、2021年世界自然遺産に登録されました。周辺離島の海は世界でも有数の透明度を有しており、中でも座間味島、渡嘉敷島をはじめとする慶良間諸島および周囲のサンゴ礁の海域は慶良間諸島国立公園に指定されるなど、世界中からダイバーが訪れるメッカとなっております。文化面においては、かつて琉球王国として日本、東南アジアとの交易をもとに繁栄し、王朝時代に独自の伝統、文化、芸能を育んできました。今もなお残る琉球王国および王国以前グスク時代の城址遺跡も世界遺産に登録されており、観光で訪れることができます。とりわけ武術においては空手発祥の地として世界的に有名で、多数の外国人空手愛好家が稽古に訪れております。歴史においては第二次世界大戦後、アメリカの統治下になり、1972年日本本土に復帰を果たしました。本島中部には米軍基地が数多くあり、行き交う人々や街中の看板など、異国情緒あふれる街並みを散策することができます。そんな沖縄に2020年日本でも前例のない屋上型テーマパークが誕生。バーベキュー、恐竜、カフェにルーフトップバー、大人から子供まで一日中楽しめるダイナソーバーベキュー&パーク沖縄ステムリゾートのご紹介です。本施設は沖縄県豊見城市豊崎インヤス沖縄豊崎の屋上階にあり、那覇空港から車で約20分でアクセスすることができ、利便性に優れた立地となっております。また空港や国際通りからも直通バスが運行しているので、簡単にアクセスすることが可能です。施設周辺にはビーチやアウトレットモール、水族館も併設しており、施設内ではショッピングなども楽しめます。インヤス沖縄豊崎屋上にあるダイナソーバーベキュー&パーク沖縄ステムリゾート、早速訪問してみましょう。施設までのアクセス方法は複数あります。
イーアス沖縄豊崎正面入り口大海南より2階メインエントランスへ上がり、アクアリウム側出入り口にあるエスカレーターで4階まで上がっていただきます。海側のエレベーターを使うと4階まで直通で上がることが可能です。立体駐車場からお越しのお客様は、施設3階と連結している大階段側連絡口を使うと簡単です。連絡通路を抜け、エスカレーターを上がってすぐにアクセスすることができます。入場チケットはこちらの総合案内所で購入できます。当施設は大きく分けて3つのエリアがあり、屋外エリア、屋内エリア、エピカビーチクラブ、以上3エリアからなる一日中遊べる施設です。料金のタイプはダイナソーパーク、ダイナソーバーベキューの2種類。バーベキューをされる方は席料をお支払いすると施設すべてがご利用可能。バーベキューはせず園内で遊びたい方はダイナソーパークをご利用ください。お席以外のすべてのコンテンツがご利用できます。ダイナソーパークの入場料金はこちら。一度支払いすると当日内は何度でも再入場可能。園内に入ると動く全長15メートルのティラノザウルスがお出迎え。パーク内を歩くと様々な恐竜たちが出現。動いたり吠えたりする恐竜は迫力満点。またパーク内では動く恐竜に乗ったり、ライドムーンウォークや恐竜のバイクなど親子で園内を散策できます。他にも施設内には恐竜滑り台や恐竜すくいに射的など、小さなお子様が楽しめるコンテンツが充実。施設中央にある屋内エリア、ピンクカフェエリアには可愛いコンテンツがたくさん。大型 LED ビジョンをバックに撮影できるフォトジェニックスポット、とっても可愛いお絵かきルームではお絵かきや色塗りが楽しめる。色とりどりの提灯が並ぶノスタルジックな空間や、部屋一面ガラスと光るクリスタルで覆い尽くされた部屋、ボールプールにぬいぐるみプールなど、施設内の至る所に可愛いコンテンツが盛りだくさん。またお土産コーナーでは可愛いアイテムが購入できちゃう。ここでしか購入できない限定アイテムもたくさん。さらに施設内にある体験コーナーでは親子で楽しめる体験コンテンツが充実。世界に一つだけのオリジナルフォトフレーム作り体験、可愛いアイテムでデコって完成させよう。小さなお子様も楽しめる恐竜塗り絵体験、組み立てて色を塗ってオリジナルの恐竜を作っちゃおう。お子様に人気の恐竜発掘体験、石を割ると恐竜の骨格が出現、恐竜の骨組みを学ぶことができます。最後はオリジナルアクセサリー作り体験、好きな色でデコってオリジナルアクセサリーを作ろう。ダイナソーパークでは夏季と冬季期間限定コンテンツがあります。夏季はダイナソープール、巨大な滑り台も楽しめる。シャワーにコインロッカーも完備しており、小さなお子様も安心して入れる深さです。冬季はダイナソーアスレチック、迷路や滑り台、ボールプールなどお子様が大好きなコンテンツ満載のアクティビティ。お席を使用してゆっくりバーベキューを楽しみたい方は様々な区画をご用意しております。食材、ドリンク、持ち込み可能などで気軽にバーベキューを楽しむことができ、バーベキューに必要な焼き台、トング、クーラーボックスなどはすべて席料に含まれております。選べるお席のタイプは全部で6種類。プール、アスレチックの近く、アクティ
ティビティ大好きなキッズ、ファミリーに人気ナンバーワンのエリア。恐竜が一番近くにいるエリア、大迫力の恐竜のそばでバーベキューが楽しめます。8名以下で楽しめるリーズナブルなお席、キッズスペース区画の隣が大人気。バーベキューエリアの中央、メインストリートから離れているので人目を気にせず楽しめます。ゴロゴロスペース区画の隣が人気です。バーベキューエリア内で一番広い区画、大人数でのバーベキューにもおすすめです。飛行機出発のお時間まで少しだけバーベキューを楽しみたいという方におすすめの時間貸しエリア、海が目の前で眺めは最高。手ぶらでバーベキューを楽しみたい方は事前にご予約いただければバーベキューメニューをご提供するサービスもございます。ここでしか味わえないワニやカンガルー、ラクダ、ダチョウなど変わったお肉から、和牛に海鮮、お野菜に焼き鳥もついた人気の定番セットメニュー、キッチン用のバーベキューセットもご用意。単品でも楽しめる焼きそばやサーロインステーキなど豊富なメニューを取り揃えております。また施設1階にあるスーパーで購入し持ち込むことも可能。プールアスレチックのそばにある受付では軽食も購入することが可能です。チキン、たこ焼き、タコスにキッズカレー、恐竜の巣おにぎりやナゲットなどユニークなメニュー盛りだくさん。最後に紹介するエリアは沖縄の西海岸を一望できるロケーションのエピカビーチクラブ。遠くに慶良間諸島や迫力ある飛行機の離発着を目の前で見ることができ、夕方には西海岸に沈む夕日を眺めながらバーも楽しめる。またエピカビーチクラブでは定期的に音楽 DJ イベントも開催しており、さまざまなアーティストによるパフォーマンスショーをお楽しみいただけます。伝統芸能である三線などのショーも開催しており、月夜に照らされながら聞く心地よい三線の音色はあなたを癒してくれることでしょう。こちらのエリアでもお席でバーベキューを楽しむことができます。他のお席よりもゆったりとした空間のお席となっており、併設の専用ジャグジーもご利用いただけます。お酒を飲まれる方には嬉しい飲み放題プランもご用意。家族、仲間、同僚と一日中楽しむことができるダイナソーバーベキュー&パーク沖縄ステムリゾート。コロナが収束し自由にお出かけできるようになった際は、皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。また当施設の最新情報はホームページもしくは各種 SNS をご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。